ありがとうございます。本日はミュージカルピカデスク、ルパンカリオストラ伯爵夫人の秘密、ご感激いただきまして誠にありがとうございました。いや、新作ですので全く何もない状態から始まりまして不安な日々が続きましたけれども、今日こうして皆様と帝国劇場でお会いできることが、できていることが本当に幸せで、これ以上の幸せはありません。本当に足を運んでくださいましてありがとうございました。すべてはちょっと喋ろうと思うのでお座りください。すいませんね。すべては小池秀一郎先生の頭の中から始まり、それがね、いろんなアイデアがふんだんに詰め込まれた本となり、そこにあちやさんの楽曲が融合して、そして稽古場で力を合わせて組み立てていきながら、今日帝国劇場で、スタッフの皆様の力を借りながら僕らの体を通して皆様に伝えるという新作を一から手掛けるという、こういった貴重な経験をさせていただきまして、改めて演劇の、大変さ、そしてそれと同時に演劇の素晴らしさ、やりがい、そんなことを感じました。なかなかできる機会ではないので、こういった、貴重な経験をさせていただいたことを本当に感謝しております。そうですね、小池秀一郎先生とは長いお付き合いで
たくさんお世話になってるんですけれども、小池先生自体も今回帝国劇場で書き下ろすという初書き下ろしなので、先生が挑戦するタイミングで僕もこうやって主演として挑戦させていただいて、共に、肩を組んで、歩けたのは本当に僕の人生の中でも大きなことだなと思ってますし、今まではね、先生生徒みたいな関係性でしたけれども、今回はなんていうんですかね、バディみたいなね、同志みたいな感じで僕はいたんですよ僕の心づもりはそんな感じだったんですけれども、まあいろんなこと言わせていただきながらも、やっぱりね、本当にたくさんご指導いただいて、いつまでたっても子供だなと、そんな感じに思っていたんですけれども、先生のおかげで、素敵な作品を作ることができました。そして、本当に新作は大変なんですけれども、僕もね、くじけそうになったことはたくさんあるんですが、ここにいらっしゃる素敵な仲間の皆様が支えてくださって、小池秀一郎先生の現場に行くと大体久しぶりっていう方が多いんですけれども今回はほぼほぼ初めましてで、この人見知り古川がどう立ち回るのかっていうのは先生も心配されてて、で僕自身もちょっと心配だったんですけれども、そんな心配は一切いらなくて、本当に皆様温かい方ばかりで、本当プロフェッショナルですし、そして何より作品に対してとても前のめりに、取り組んでくださってて、それが僕の中では一番助けられたところです。なのでこのプロフェッショナル皆さんに支えられながら、僕は、たくさん甘えさせていただきました、はい、ただね、まだ始まったばかりですので、これからどん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 ブラッシュアップしていきたいと思っております。最後まで応援よろしくお願いいたします。さあ、今日は初日ということで、特別に小池秀一郎先生にお話を伺いたいと思います小池先生、よろしくお願いいたします。すいません、どうも、入ってますか、バディの小池でございますそう、どうしてもでも、そんな今のこんなに古川雄太君が、がっつり喋るというのびっくりしました。ファンの方はトークショーとか意外とそうなのかもしれないんだけど、僕は知らなかったんでちょっと驚いております。で、だいたい言うことは全部言ってくれましたんで、でも、本当に11年前この、エリザベートのルドルフで帝劇の舞台を初めて踏んだ、古川君が、こうやって単独ね、創作の作品で主演をするというところまで、成長できたのはすごいなと思うし、それもひとえに、皆様 のご声援というか応援あってのことと思います。この公演もぜひ過去の作品に変わらずぜひご声援いただければと思います。ありがとうございます、はい、で、そうですね、あとちょっと柚木さんにちょっとこの帝劇ちょっと立たせたかった。いやー、ちょっと泣きそう先生も泣いてる泣いてるよいやでも本当に素晴らしいキャストの皆さん、今回初めての人ちょっと手を挙げてください。帝劇、はいね、はいはい、皆さんこれからも多分すごく、頑張って伸びていくと思いますので、ということで、今日はドーブアッチャーさんの、メッセージが届いてます。ビデオメッセージ、ちょっと皆さんにぜひご覧いただきたいです。私たちも見るの初めてです。 Bonjour, je suis Dove Atia. I am Dove Atia. I would like to say hello from Paris. I wrote the music of Lupin and it was a great honor for me to work with Mr. Koike.And I put all my heart and my soul to make the best music, to be at the same level that the direction of Mr. Koike. I am sure that you are going to discover tonight a wonderful show. I am very sad to not be with you tonight. I will see the show soon when I come in Japan in 2 months. So tonight from Paris, I would like to wish you a wonderful show. Enjoy.アチアさんはなんと英語で今喋ってらっしゃいました。フランス語だと思ったんですかね、で昨日日本時間で昨日のなんお昼ぐらいかな、
あの新作の、モリエールというのをあのパリでオープンなさったんで、あの、まあ、ちょっと遅れてこれは見にいらっしゃるそうですので、それまでみんな頑張りましょうね、はい、見ていただけると。はい、以上です、どうぞ。あの先生はもちろんですけれども、アーチャーさんも、そしてキャストの皆様もスタッフの皆様も本当に愛情ある方々ばかりです。そうですね、この作品をもっともっとより良くしたいと思っております。僕らはそれだけを目指して努めていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。皆様、本日はご感激いただき誠にありがとうございました。皆様、本日は誠にありがとうございました。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。